あの頃オープニングに胸がワクワクした。打てるって本気で信じてた。アニメの翌日はその話で持ちきりでみんなで真似してた。次回予告はかなりの衝撃。シス、今週のジャンプって入ったの？そうそう、続きが知りたくて買いに走ったっけ。気のコントロール密かにやってたよな。勝負のつかない技の出し合いとか永遠したりしてね。さあ、3倍海洋拳だ。じゃあ俺は海洋拳20倍だ。なんか自分まで強くなった気がしたんだよな。今もさ、どっかで信じてる。僕らはみんな孫悟空だ。ドラゴンボール Z カカロット。